はい、皆さんこんにちは、 X よしです。いつもご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日はね、今ご覧いただいてますのはイチジクのカドタという種類のイチジクなんですよ。でこれは私がまあぜひともね、皆さんにおすすめしたいというイチジクの木でございまして、と申しますのは、まあ、このねカドタね、食べてみるとね、非常に甘くてねっとりしても美味しいんですよ。で2年目にしてですね、もう30個以上ね、実が小さい、まあ、ピンポン玉ぐらいの大きさなんですけどね、できまして、非常にですね、ちょっとそういえば驚いておった次第でございます。で、あまり木も大きくならない。ここもね、ポイントでして、まあね、それはたくさん土地があってですよ。で、まあ、仮にまあ、フェイジアのような、木を植えてですよ、花も楽しみ、でっかくね、木を育ててですね、人の倍ぐらいね、あるような木になって、やっと収めが出るというのも、まあ、好きな人はそれでいいかわかりませんけども、まあ、そうではなくて、そんな土地もなければね、ベランダで、ちょっとね、夢があるような、ちょっと栽培したいなと、たくさん美味しい実ができてね、というような方にはですね、やはりこっちの方の実の方が、良いんじゃないかと。と、まあ私もそうやって実感しましたんで、おすすめしている次第なんですね。で、まあ、15号ぐらいのね、鉢でこう十分育ちますし、それ2年目にしてそんだけのね、実ができる。だから、まあ、スペースがあればですね、2鉢ぐらい置いて、そこでまあ、育てますとね、日雇いのところでね、育てますと、まあ7月の中旬からまあ、8月の上旬にかけてですね、かなり毎日ね、少しずつ収穫できまして、サラダとそのまま食べてもいいですしね、サラダに入れてとか、いろいろお菓子を作ったりとかいうような楽しみができるというね、そこはね、この木の最大のね、ポイントだと思います。で、イチジクはいつも申しますように、日本では麻酔ドーフィン、まあこれは味のバランスもいいし、売り手側の方のね、皆さんにとっても都合のいい木であるんではありますけども、やはりね、まあ、イチジクイコール麻酔ドーフィンという、その、ステレオタイプの図式がですね、固まってしまってるというのはね、非常にちょっと残念なことで、やはりここは、欧州系のイチジク、バナーネとかね、ダルマティとか、まあ、このカドタも欧州系だったな、とかと思いますけども、ちょっとそれはね、すいません、勉強不足なんですけども、そういった他の種類をね、育てて楽しんでチャレンジしてみるというのも、この果樹栽培の一つの目標といいますか、楽しみではないかと思います。はい、では栽培図鑑の方に参りましょう。ですね、このカドタの特徴ですけども、まず2年目から大量に実が収穫できます。私どこも1鉢30個ほどをできまして、まあ植えてからね、すぐにね、実ができたということについてはですね、非常にそれはね、驚きでございました。で、木そのものもさほど大きくならず、ベランダなどでも十分栽培できる木ですんで、ですからまあ人の背ぐらいまでね、剪定をしまして、それでこう管理すればどんどん芽が横から出てきて、そこから実がつくというようなね、そういうなかなか育てやすい種類かと思います。まあ、味わいは言いましたように、ピンポン玉の大きさなんですけども、極甘でねっとりとした味わいが楽しめるということでございます。で、注意なんですね。これは水切れには弱いですよ。これはイチジクに共通してまして、水はきちっとやらなければダメだと思います。特にナスは朝晩きちっと水をやってあげてください。そうしないと一度枯れてしちゃいますと、修復はなかなかイチジクはできない種類ですので、葉っぱが全部落ちちゃいます。で、実もね、しぼんじゃったり落下したりしますので、これは特に気をつけていただくという点だと思います。それと当然のことながら、日当たりが悪いと味わいが落ちるんで、できるだけ日当たりのいいところに鉢も置いてあげてください。で、3つ目ですね。これはね、肥料をよく食べます。で、最初はまあ、鶏糞とか、
ちょっと庭土をね、与えた鶏糞なんかでやるんですけども、それでもなかなか一遍与えても、それがすぐ吸収しちゃって、歯となり、身となりっていうような感じですんで、追肥はね、よくね、ご覧になって、してあげた方がいいと思います。まあ、繰り返しになりますけども、重要な点としては、日当たりはまず優先するということですね。から、10号の鉢で植えましても結構根張りが早いんで、できたらそれ以上の方の鉢で栽培された方がいいと思います。で、さっきも申しましたように、追肥、肥料をね、たくさんあげてあげてください。それとね、意外なとこになってますか、なんですけども、鳥に狙われやすいんですよ。そのちっちゃいね、青い実ができてくると、ヒヨドリとか、メチロなんかが寄ってきまして、それをつつくという。で、いっぺん味を覚えちゃうと甘くて美味しいってよくわかりますんで、ね、また来ます。ですから、防鳥ネットをね、実ができてきまして、そこそこ落ちてきましたら、すぐにね、防鳥ネットを被してあげた方がいいと思います。で、防鳥ネットもね、買いましたらやっぱ1000円ぐらいかな。かかると思うんですけども、私のところではですね、キュウリネットの100円ショップで買いまして、それをね、ちょっと折りたたんで、目を粗くして、その時期に被しておくと、鳥は寄りつきませんでした。はい。ということで、今日はね、いちじくの門田の種類をご紹介させていただきました。まあ、非常にね、甘くてたくさんできる、特にたくさんできるというところへんが一番の魅力でございまして、それをね、サラダとかそのまま食べてもいいしというような楽しみができるって、そこがね、大きなね、このいちじくの種類の魅力の点だと思います。はい、ではカロタをね、育てて楽しんでください。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではごきげんよう、さようなら。